どうも、純烈お風呂ダチョウのダチョウの方です。いやーやったー、いいですね。すいません先輩、ようこそおいでくださいました。いや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 、ありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。全部混じりたいんだよ俺たちは。いやもうだって純烈のファンの皆さんがこうやって温かく迎え入れてくれてありがたいですよ。本当に本当嬉しいです。いやありがとう、すごい、みんなファンの方もいやってさすがみんなできるんだね。純烈お風呂ダチョウになって、はい、純烈ファンのみんなの前に現れるのは初じゃないですか。初ですよ。ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。できた。いやー早く純烈さんのファンの前に立ちたくて、ね、歌いたいよな。歌いたかったのよ本当。俺らが歌うとあの上映がどんどん押しちゃうんで今日は歌わないけどまたいつの日か絶対ね、リーダー、はい、みんなの前で歌いたい。純烈お風呂ダチョウでよろしくお願いします。もう皆さんはまあこれからご覧になると思うんですけど、その前に僕らちょっと見させていただきましたね。見たんですよ。いや本当楽しくて、うん、もう笑いあり、まあアクションあり、はい、感動あり、はい、こういうなかなかテンポのいい映画はちょっと嬉しかったですよ。あ、お、見てずっと最後までパーッ、あ、もう終わっちゃったってぐらいちょっとワクワクしました。お褒めいただき、ちなみに私映画一本作ってます。あの自分で監督もやってますので、隣に監督もいらっしゃいますけど、私も監督やってたので細かいとこいっぱい見ちゃうんですよ。ジモンさんも、何年前ですか、去年、4年前ぐらいです。4年前に映画を一本、土屋太鳳ちゃんを主役にですね撮りました、はい、皆さんにこの映画を見る前にポイントだけちょっと、ジモンポイントっていうのがいくつかあるんで、あるんです。ジモンポイントを踏まえて映画を見るとより楽しめる。何、でしょう。ちょっと発表していいですか。はい、お願いします。ジモンポイントその1、白川さんがもともと役者さん志望だったもんだから本気で演じてます。そこポイントですよ。うん、本当あのね白川さん、歌ってる時より生き生きしてるあのすみません、あのね役者アクションにしても演技にしてもなんか自分の夢叶えたりって感じのすごいパワーが出てますから、そこポイントです。ジモン監督、なんか白川さん、なんですか、あの役者志望じゃなくて役者やってたんですけども、いやいやいや、やってないよあんなの。だから、いやだから役者志望だよ。じゃ あの役者志望で、そうそう、滑舌も悪いし、ね、役者をやってた白川が出てきちゃうんだよ、うん、本当の白川君の気持ちが出てますから、うん、その裏側を見てください。ジモンさんのポイント2、酒井さんです。俺、酒井リーダー、はい、これだけは本当肝に銘じて忘れないでください。3カ所ぐらい映画なのにカメラ目線があります。どういうことですか。よく見てますね。ジモンさんどうやって見てる。監督は編集の時に悩んだと思います。この監督は使うか使わないか悩んだと思います。どういう感じですか。バンと行く時カメラの方にポッて見てしまった。見ちゃうかな。見ちゃうわけないだろ。芸歴40年のこの俺がカメラ見るなんてはないですよ。ほんなら、いやこれでチェックしてください。2,3 箇所ありました。すごいな。じゃあ追い出ししないとな俺も。だから無意識なんだよね。だから無意識です。カメラが好きなんですよこの人は。無意識にどうしてもハッてカメラ見ちゃう癖なんだ。見ちゃう癖があるんです。でもそれはあなんかね、映画を 2,3 回見ていただければ気づけるかもしれない。そう、そういうね、だからね、役者として酒井お前、はい、お前そういうのはなってないんだよ。ありがとうございます。ちょっと早かったな。パチパチじゃないよ本当に。ちょっと早かったな。監督もそこはもう研修でカットしろよ。お客さん、あなたたちもそうだよ。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。え、来年2023年より純烈小田井亮平に代わり加入していただきます岩永でございます。イエーイ。もうだって衣装がぴったり、ぴったり。ちなみに今着てる衣装はですね、小田井さんの衣装です。やめろ、やめろ。汗臭いよそれ。俺散々汗かいてるから大丈夫。あれだね、ちょうどヒゲキャラだからいいね。うん、そうですね。改めまして、Gスタープロ俳優部所属から純烈に加入させていただく岩永宏明と申します。お、すごい。もう 5年、5、6年前から本当あの山本マネージャーとよく飲む仲間だったんですけど、仲間というか飲み行かせてもらってたんですけども、もうそこでもう冗談半分にお前そろそろ純烈入る決心できたんかつってずっと言われ続けてて、それがここ近々その小田井さんも卒業されるっていうタイミングで、もうちょっともう真剣にこう行くぞみたいなことを
おっしゃっていただき、まあ、僕もじゃあもうよろしくお願いしますっていう形でこう入ることになりました。まだ歌もあのダンスのこうレパートリーとかも今入れてる最中なので、頑張って追いついて、皆さんに喜んでいただけるように、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。降り出す雨が心を濡らす。ありがとうございます。許されない